受講生の皆さん、広く受験生の皆さんになるんですかね、おすすめしたい学習方法っていうのをちょっと伺いたいんですけれども、うん、森先生これだけはみたいな学習方法ありますか？そうですね、もうこれだけはって本当に1個選ぶとしたらやっぱりその過去問ですね、予備にせよ司法試験にせよ、特に司法試験の過去問なんていうのは法務省で採点時間出題趣旨が結構丁寧に載っているので、やっぱそれをちゃんと熟読するっていうところが僕は何より重要かなと思っているので、なんとか基礎的な学力をつけたら、それに早めに移行できたら素晴らしいかなと思っております。赤木先生いかがですか？そうですね、今の、過去問の話と被ったらあれなんで、ちょっと別の話にさせてもらいますけれどもテキストでも、あるいは100選でもいいんですけれども、必ず事例があるはずなんで、でその事例に対してこれを論文用の練習問題だと思って、条文引きながら自分で答案構成してみるみたいな、そういう意識をですね、民法スタートであれば民法の最初の方からやってもらう。で、阪神ってのはあくまでもそのね、答案でいくと全体の中のごく一部しか答えてないので、阪神読むだけじゃなくて、やっぱせっかく判例100選持ってるんだったら、その判例を使って、自分だったらどういう答案構成するかなっていうのを考える練習ですよね。これが意外に論文力に役に立つと僕は思ってるんですけどもね。そうした上で、あとは弱点を、向き合うというかね、逃げるんじゃなく弱点に向き合って乗り越えるというか、そういう、ここがちょっともう精神論的な感じになっちゃいますけど、そんな感じでしょうかね。田中先生どうですか？私ちょっとね、あえてアンチテーゼ的な感じで、このなんか学習方法って世に溢れてるじゃないですか、それをなんか思考停止で受け入れるっていう勉強方法だけはしてほしくないなと思っていて、特に今 SNS とかで、合格者の人がこれをやったら受かりましたとか、もうこれだけで足りますとか、もうこれはいりませんって副担心言っちゃう人いる。あれって本当にその一個人の方の一つの結果じゃないですか。あなたの、ね、意見でしょ。でそこに普遍性はないんだけれども多くの人がそれに乗っかっちゃって、でそれがいいっていう勉強だっていう風になっちゃうっていうのは、実際良かったりはするのかもしれないんですけれども、自分で考えてそれが本当に自分に合ってるのか、そこの部分はしっかりとその自分でなんかこの勉強法するって採用するからには、変に惑わされずというよりは思考停止で考えるんじゃなくて、そのこういう勉強法でやるからそれがどういう理屈で自分にとってはフィットしてるのかっていうことをしっかり考えた学習方法の選択っていうのはしてほしいかなっていう。だからある意味この思考停止はやめてくださいっていう、逆に絶対おすすめしない勉強法ってことになりますかね。なるほど。はい、じゃあ以上です。